はい、今回の DTM 初心者講座はオーディオインターフェース選びの注意点、この点を解説していきたいと思います。やはりこう DTM を始めてですね、オーディオインターフェースの購入検討される方多いと思うんですけども、数が多くてですね、何を買ったらいいのかわからないという方いらっしゃると思います。そのような方に向けてちょっとケースをですね、いくつか出して解説を進めていきたいと思います。今回ですね、こう解説を進めていくにあたりまして、サイトの使用許可ですね、サウンドハウスさんからいただいておりますので、このですね、サイトを使用させていただきながら解説を進めます。まず一番上のカテゴリー、オーディオインターフェースとして検索してます。そうしますとこう出てくるんですけども、一番最初こう値段にですね、ちょっとびっくりしてしまう方いらっしゃると思うんですけども、今おすすめ順となっています。一番最初からですね、ちょっとこれは敷居が高いと思いますので、安い順番、こちらで並べてみましょう。で、こう見ていただくとちょっと気が楽になるというか、2000円台からありますね。で、こう下がっていきますと、だいたい5000円とか、1万円以内で結構なものが買えるといった形です。一番最初やはり真っ先に見なくてはいけないのが、パソコンにですね、しっかりと対応しているかといったところですね。多くのですね、オーディオインターフェース、Windows、Mac に対応していますけども、バージョンなんかもありますので、必ずですね、購入前は調べる必要があると。例えばなんですけども、このスタインバーグ、キューベースのですね、メーカーですね。この製品、中入って見てみますと、こんな感じで出てまして、下の方ですね、動作環境というものがあります。ここを見ると、10.9 Mac ですね。そして Windows の方が、Windows 8.1 まで対応していると。で、共に 32bit、64bit 対応しているというのがわかります。で、今ですと、Mac 一番最新が 10.11、で、Windows がですね、10が出てますので、このあたりですね、対応していないのかと思われる方いらっしゃると思うんですけども、一つですね、おすすめの検索方法がありまして、こちらですね、こう入れた後にですね、ドライバーとして検索しますと、こんな感じですね。ここでですね、一番最新の対応状況を見ることができます。こんな感じ見てみると、MacOS X はちゃんとですね、10.11 までいってますし、Windows もですね、10まで対応していると。あとはですね、このドライバーをダウンロードしてインストールすれば、先ほどの製品使えるということになりますので、一応ここの記載と合わせてですね、最新バージョンを確認して、もし対応していなければちょっと待つか、他の製品を見に行くといいと思います。そしてですね、その OS つながりでもう一個注意点があるんですけども、最近ですね、iPad とか iPhone でですね、レコーディングができる iOS 対応という機種があります。ちょっと上の方戻ってきますと、このタスカムの製品がそうですね、こう見ますと iPhone、iPad に対応していると書いてますけども、これパソコンにはですね、対応していないということになります。ですので、これを買ってしまった場合、例えばパソコンでですね、作業したいという方は対応不可になってしまいますので、必ずですね、この点も見るようにしてください。例えばですね、パソコンでも使いたくて iOS でも使いたいという方もいらっしゃると思うんですけども、検索をかけるとですね、こんな感じで見ることができまして、この製品、Mac、Windows 対応してて、かつ iOS もですね、対応していると。で、こういうものを選びに行くといいかなと思います。そしてその次に注意すべき点が、接続ですね。何で接続するのかというところなんですけども、大抵この価格帯はですね、USB 接続となっています。こういった形ですね。これがですね、先ほど一番最初に出てたオーディオインターフェースとかになると、もっと早い規格でですね、つなげることができます。このあたりもですね、軽く覚えておいていただきたいんですけども、まずはですね、USB で探してみるといいんじゃないかなと、いった形ですね。で、この接続形式チェックした後なんですけども、次に見たいのが、ここ大事です。ツーイン、今ツーアウトと書いてますよね。実際にこの中入って確認してみますと、左、右ですね、LR ありまして、L 一つでですね、ワンアウトとなりますので、右と合わせて合計2アウト。ステレオ1セットということになります。ここはですね、注意が必要で、2アウトだからといって、ステレオが2組あるわけじゃないといったところをちょっとご注意ください。そして、ここのですね、端子も注意が必要で、今ですとこういう小さいケーブルで挿すものになっていますけども、フォンタイプなんかもあります。このあたり、お使いのですね、スピーカーとしっかり合うかと、言ったところを必ず見るようにしてください。そしてインプットの方、今このモデルは前面にありますけども、マイクを挿すところとこうギターなんかを挿すところですね、2つ入れることができますので、こちら2インということになります。ここもですね、注意が必要で、マイクをですね、2本挿すことができる2インと、こういった形の形状が違うもので2インというものがありますので、同じ2インでもですね、こういうふうに接続が違う時があるので、必ずですね、そこはチェックするようにしてください。そして最近多いのが DAW ソフトでこう打ち込んだ音をですね、ライブで流して実際の演奏と同期させたいというような要望をよく聞きますけども、こういった場合ですね、必要になるのが4アウト以上です。こう見ていきますと4アウトありましたね。やはり出口入り口の数が増えるほど料金が高くなっていくという傾向にあります。これ4アウトあるということはステレオ2組ということになります。
まず一つのステレオをですね、お客さんに流して、もう一つはですね、ドラマが聴いたりとか、実際ご自身でプレイされる時に聴いたりとか、っていうふうにですね、クリックを流したり、中でですね、調整ができますので、このあたりは必ずですね、4アウト以上購入するようにしてください。そして先ほどのですね、ギターマイクのお話に戻るんですけども、マイクはですね、大きく分けて2種類あります。コンデンサーマイクとダイナミックマイクというものがありまして、ダイナミックマイクはですね、よくライブとかカラオケなんかで使われるやつですね。あれは結構こう動くことを想定して作られてます。で、コンデンサーマイクというのはですね、かなり繊細にできてますので、固定して使います。レコーディング風景でこう思い浮かべるですね、固定されたマイクはコンデンサーの確率が非常に高いですね。こちらおすすめはどっちかと聞かれますと、やはりコンデンサーの方をおすすめしたく思います。かなりですね、高音域がしっかり出ますので、パッと聞いた感じもですね、高音質に聞こえます。歌をきれいに撮りたいという方はですね、こちらを選んでおいていただけたらと思います。コンデンサーを使う時の注意点なんですけども、コンデンサーというのはですね、電気供給が必要になります。ですので、オーディオインターフェースがですね、その電気供給に対応していないと使用できないことになりますので、この点ご注意ください。今この製品ですと、こちら、コンデンサーマイクと書いてありますので、バッチリいけるんですけども、これにはですね、用語がありまして、じゃあ何かちょっと違うものを見てみましょうか。ベリンガーのやつですね。で、こう見ると、ここですね、コンデンサーマイク使用可能と書いてます。そして注目していただきたいのがこの用語ですね。ファンタム電源って書いてますね。これがですね、電気供給を行えるということになりますので、コンデンサーを選ぶ場合は必ずですね、ここをセットでお考えください。そしてエレキギター、エレキベースですね。こうシールドを使って取るものですね。こちらですね、楽器用の専用入力端子を備えと書いてて、ギターベース書いてますので、これは対応してると。これもですね、行ったり来たりちょっと申し訳ないんですけども、専門用語ありまして、これですね、HI で -Z って書いてます。これハイインピーダンスと呼びまして、エレキギター、エレキベースの入力にですね、最適化したものになっているということです。ここがないとですね、かなり音質変わってしまいますので、ギター、ベースなんかを取りたいという方はですね、必ずこの部分を確認してください。そしてですね、音質を表す単位がここになります。24bit 129kHz と書いてますけども、これ CD の場合ですね、16bit、そして 44.1kHz というのがですね、基本となります。今それと比べるとかなりですね、2つとも高い数字ですので、音質面に全く問題がないということになります。基本的にですね、今販売されているこうオーディオインターフェースで CD 規格16bit の 44.1kHz を下回ることはですね、まずないと思うんですけども、必ず確認をしてください。これ数字が高ければ高いほど高音質の音楽制作ができるということですけども、この分ですね、パソコンへの負荷が非常に高くなります。で、ちょっと個人的なですね、意見を言ってしまうと、こちら 24bit 以上、48kHz。もう一度製品ぐらいこの部分見ておきましょう。例えばこれですね、M-Audio の製品なんですけども、はい、24bit、先ほどお勧めした 48kHz と、このあたりを目安にしていただけたらと思います。そしてですね、最近多い要望としましては、ニコニコ動画とか、Ustream、このあたりでですね、配信したいと。こういった場合ですね、ちょっと複雑な配線か特殊な機能必要になります。で、こういったものをですね、もう最初から兼ね備えている機能としましては、こちらですね。スタインバーグのこのループバック機能というやつですね。これを使えば簡単にですね、パソコンから鳴ってる音を配信できてしまうという形です。で、他のモデルもですね、確かありましたね。ローランドのトライキャプチャー。今こう見るとインターネット生放送と書いてます。ちょっと中入ってみましょうか。ループバックとなっていますので、これもですね、配信に使えるかなという目安でですね、決めていただけるかと思います。このあたりですね、先ほどお伝えしてきたものの条件はかなり満たしてますね。24bit で 96kHz と、コンデンサーのですね、ファンタム電源対応してて、ギターなんかも使えると。で、価格も見ていってと。このあたりをですね、組み合わせて絞っていくと、かなりですね、最適なオーディオインターフェース見つけることができるんじゃないかなと思います。しっかりですね、用途に合うオーディオインターフェースを見つけていただいて、快適にですね、音楽制作を楽しんでいただけたらと思います。といった感じで、今回の解説はこれで終わります。ご視聴いただき、ありがとうございました。ご視聴誠にありがとうございました。この動画が参考になりましたら、グッドボタン、高評価をお願いいたします。今後も動画を更新し続けてまいりますので、もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ウェブサイトや Facebook、Twitter なども更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。その他、動画の再生リストなども用意しておりますので、パソコンの方はもっと見るをクリック、スマートフォン、タブレットの方は、動画のタイトルをタップしていただくとアクセスが可能です。また、スリープリークスに対する応援メッセージやコメントなどをいただければ嬉しいです。今後ともよろしくお願いいたします。